2023年6月4日12時42分頃、いて座で満月を迎えます。今回の満月は2022年11月24日のいて座の新月から始めたこと、やってきたこと、始まった人間関係が完成される、満たされる、ゴールに向かう期間となります。11月末頃のご自身の生活や人間関係、実践してきたこと、始めたことなど振り返ってみてください。改めましてこんにちは、すみゆく代表のすみゆです。すみゆのマネージャーです。プロフィールはこちらです。最近では星読みの勉強会も開催しています。このチャンネルのメンバーシップでは勉強会のアーカイブを公開していますので、チェックしてみてください。はい、この動画では今回のいて座満月から2週間の影響についてお伝えしていきます。まず今回の満月のテーマと満月図について解説お願いします。はい、今回のいて座満月から2週間のテーマはこれだから始まる H の学びへです。今回の満月は2023年6月4日12時42分頃、いて座の13度で起こります。サビアンシンボルは14度、ピラミッドとスフィンクスです。これはなんかエジプトチックの意味ですか？まあそうですね。エジプトチックっていうか、その歴史の、まあ、建造物っていうんですかね。なので、いて座さんって哲学とか宗教学とか歴史とかね、そういう難しい学びが得意なんですよ。で、このピラミッドとスフィンクスっていうのは、歴史も掘ることで大きな視点を得るみたいな、人間ってこんなこともできるんだなとか、この時はこんな風にしてたかのかとか、いろいろわかるじゃないですか、歴史を探ると、はいはいはい。で、そういうこととか、まあ、あとはなんかその海外的なね、ところにも、いて座さんっていうのは相性がいいので、そういう意味も含むかなと思います。はい、そして月はサンハウスです。サンハウスは情報、交流、基礎知識、交通機関、身近な場所、日常会話、マスメディアなどのお部屋です。次に満月に獅子座の火星がメディエーションを形成しています。はい、それでは今回のいて座満月の影響や意味、過ごし方について解説お願いします。はい、今回のいて座満月のポイントは5つです。1つ目はこれだのひらめきを大切にです。半年前のいて座新月から目に見えるたくさんの出来事も、見えては来ない出来事も、様々なものに振り回されてきたかもしれません。しかし半年前の新月のメッセージである、どんな時でも心は自由であるということを実践してきた人は、これだっていう何かが見えてくる、そんな満月期間になるかなと思います。そのこれだの気持ちやワクワクを大切にして、好奇心旺盛にさらに探求していくことが大切です。重さを手放して、自分の矢が向いた方向へフットワーク軽く進む満月期間にしていただきたいなと思います。はい、2つ目のポイントはお出かけをしようです。サンハウスの満月なので、この満月期間は出かけることで気持ちを満たしてあげたい期間となるでしょう。サビアンシンボルがピラミッドとスフィンクスなので、うんうん、博物館とか美術館とかね、おすすめかなと思います。水族館とかもいいですか？ああ、いいですね。古代の英知とかに触れることで、今までの自分の悩みがちっぽけだなって感じるかもしれませんし、まあ、そこに普遍性を感じて何かのヒントになるかもしれませんね。また水族館とかでも、まあ、海の生き物たくさんいるので、うんうん、その海の生き物を見ることで、人間ももともと海にいましたから、ヒントになるかもしれませんね。うんうん、シーラカンスとかいいですね。あ、いいですね。深海魚水族館行きたいですね。うんうん、目の前に起こる事象や関わる人だけじゃなくって、広い視点を身につけることで、捉え方や見え方が変わるよっていう満月になってます。お出かけをして、この世界のたくさんの視点を身につけて、モヤモヤを解消していただきたいなと思います。はい、3つ目のポイントは己の哲学を信じるです。今回の満月図は太陽と月が双子座と射手座で柔軟球であり、アングルも全て柔軟球なので、様々なことが2点3点する可能性はあります。柔軟球は拡散し広げていくのが得意なので、興味のあることあれやこれやと広げていって、最終的に何を調べたかったんだっけっていうことも起こりがちです。ありがちですね。はい、周りの人の意見を聞いて対応するのがすごくうまいんですけども、それで軸がぶれることっていうのも多々あるんですよね。もしこの満月期間に周りの意見やマスコミの情報に惑わされて疲れてしまったと感じた時には、満月にメディエーションしている獅子座の火星を意識してみてください。獅子座は己の意志を大切にするサインです。火星は行動や力なので、ぶれてしまった時にはもう一度自分のやり方に戻ってくると良いかもしれません。また今ばかりを考えるよりも、理想の夢ビジョンをしっかりと意識して動いてみると力強く動いていけそうです。4つ目のポイントは甘い罠には要注意です。ディセンダントには魚座の海王星がコンジャンクションしており、その海王星に蟹座の金星がトラインを形成しているため、助けてくれたあの人に夢見ちゃう、
恋しちゃうなんてことがあるかもしれません。また芸術や音楽、映像などの面でみんなに受け入れられるものが出てくる可能性もあります。夢中になるのもいいことなんですけども、綺麗なバラにはトゲがあるってよく言いますよね、うん、バラの季節ですね。はい、綺麗ですよね今ね。まあ、甘い罠にはちょっと注意みたいなことはね、うん、あるかなと思います。目が覚めた時に、あれ、なんで私この人ととかね、なんで私これに夢中になってたんだろうみたいな感じで魔法が解けてしまうかもしれません。まあね、魔法が解けたとしてもちょっとこうふわふわーといい魔法だったらいいんだけれども、なんかちょっとショックなね魔術にはかからないでいただきたいなと思うんですけど逆にピリピリしている人や恋愛関係、人間関係が破壊的な衝動に駆られている人にとっては、白黒決めずにふわーっとさせておく、まあ、夢見る感じの方がねいいかなと思いますので、あとは寄り添ってくれるような人に相談してみるとか、スピリチュアルなメッセージをもらうっていうのもこの満月期間はいいかなと思うので、ちょっと迷った時とかに誰かに相談してみたりとか、占い受けてみるとかね、カード自分で引いてみるとか、そういうのもいいかなと思います。5つ目のポイントは、びっくりニュースが飛んでくるかもです今回の満月のアセンダント乙女座で、ルーラーの彗星は8ハウスで天王星とコンジャンクションしています。8ハウスは海外経済、税金、財政、社会保障、貿易、死や性、セックスとかね、表すお部屋なんですけども、それらのことで想像もしていなかったようなびっくりニュースが入ってくるかもしれません。そこから考え方や価値観の大きな変化のきっかけになる可能性もありそうです。8ハウスには牡牛座に入った木星がドラゴンヘッドとコンジャンクションし、水瓶座の冥王星とスクエアを形成しています。人とのご縁がつながりやすい時でもありますが、必要でないご縁だった場合にはご縁が切れてしまうという場合もあるかなと思います。で、木星は魚座の土星とはセックススタイルを形成しているので、やりたいことも人との関係も広げすぎずに上手に範囲を決めていく期間にすると穏やかにね、人との関係も過ごせるのかなと思います。はい、ありがとうございます。今回の内容はブログでも書いておりますので、説明欄のリンクからご覧ください。それではお知らせを挟んでアフタートークです。今回は半年前の伊手座新月期間、何をしていたというお話です。西洋占星術の基礎からホロスコープの読み方まで学べる、クラゲでもわかる星読み講座の受講者を募集中です。いつでもどこでも見放題の動画講座。受講前は無料モニターでお試し視聴でき、受講後は質問会や勉強会などでアフターフォローもあるので安心です。新月図や満月図を読むときも基礎知識はとても大切。この動画の説明欄からクラゲでもわかる星読み講座の詳細ページをチェックしてみてください。はい、ということで、伊手座の満月。ということで、まあ冒頭でね、2022年11月24日の伊手座新月から始めてきたこととかが完成されるとか、ゴールに向かうとかっていうお話があって、その頃って何してましたかね？ふぬけになってました、ね。ふぬけになってましたか？10月30日、はい、2022年に、クラゲでもわかる星読み講座をリリースしまして、うん、10ヶ月かけてね、作りまして、リリースしまして、そのちょうど1ヶ月後でしょ、ふぬけになってました。燃え尽きたってやつですね。なんか目標が終わっちゃって、もう次何したらいいかがもう全くわかんない状態で、なんかあんま何もしてなかったなっていう、ただお菓子作り続けてたんじゃないかな、あの時期と思いますけど。そっから満たされましたか、お腹は、お菓子作りすぎて。お腹はね、もうポンポコポンなんですけどもでそこから半年経って何か完成したかなってちょっと考えてたんですけど、完成したというか、たくさんの方に講座購入していただいてね、仲間も増えてきたじゃないですか。で、お勉強会開催し始めたなと思って、それがちょうどこの前のサソリ座満月ぐらいの時だったのかなと思ってます。ああ、なるほど。そうすると前回の伊手座新月が11月24日っていうことは、講座をリリースした時がちょうどサソリ座の新月ぐらいですか？そうそうそう、新月の2日後とかだったんですよね、多分リリースしたのが、なんでちょうど半年間である程度の講座の受講生の方が集まってきて、それでお勉強会が開催できるようになって、で今お勉強会の方に力も入れてるみたいな感じだから、まあ半年間だいたい基本的にこう自分がやろうと思ったことは半年間で達成するんだなっていうのはなんとなく分かった感じがしましたね。完成であり始まりであるみたいな、まあ、そうそうそう、そんな感じですね。まだまだ受講生は募集中ですけども、確かにそれまではちょっと悪く言うと売りっぱなしみたいな感じだったのでそうですね、確かにまあちゃんとこうアフターフォローしながら、勉強会もしながら、質問会もしながらね、月1ぐらいでやってますけれども、そういう基盤がやっとでき始めてきた、そう、ね、という意味では完成になるかもしれないですね。でまた始まりでもあるしっていう感じかな。
ゆうやさんはどうでした？11月末どんな感じでした？覚えてます？半年前の自分。覚えてますよ。お、これは講座ってこんなに売れなくてやばいって思ってましたね。そうですね、うん、物を売るのってこんなに難しいんだなと。これ売れなかったら俺存在意義なくなっちゃうじゃんっていう。まあそこから試行錯誤して ね、いろいろとね、うん、まあ宣伝したりだとか、うん、動画作ったりだとか、いろいろこう宣伝の方法を変えたりだとかしましたもんね。うん、そうですね。うん。そこから見ていただけて、仲間も増えてきてって感じですけど。うん、まあ自分たちで言っちゃあんまりよろしくないんですけど、物、うんうん、が非常に良いので、そうですね、いかに知ってもらうかっていうところを苦労にしたような記憶がありますね。まあほら、自信持って出すじゃん。うん、これ、私の作品ですって。それだけじゃもうダメなんだね。ダメなんですね。それだけじゃ、どうにもならないってことよく分かったよね。ということで、うんうんうん、皆さんも、ぜひ、クラゲでもわかる星読み講座の無料モニターを、まずは受けていただきまして。そうですね。うん、見るだけはただですので、うんうんうん、カリキュラム1がね、丸々公開されておりますので、うんうん、無料モニターとして、ぜひ、ご覧いただければなという宣伝で、今日は終了したいと思います。皆さんも半年前の自分自身をね、うん、振り返っていただいて、こんなことできるようになってたなとかね、あ、ここはまだだからここ頑張ろうとかやっていただきたいなと思います。はい、それでは良い満月をお過ごしください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。